手際が良すぎるな。え？艦隊の展開が早すぎる。どのような状況下にあっても必ずモモが支柱に戻ってくるよう準備していたか、むしろ第二ミルチアを陥れることすら最初からプランに入っていたのかもしれん。ミルチア紛争後、第二ミルチアには中立地域として様々な既得権、超法規的特権が与えられていたからな。ユーティック機関に限らず、それを疎ましく思ってる連中は多いぜ。モモの軟禁されていたあの小惑星、その情報がどこからもたらされたのか気になってはいたが、出発した時点から仕組まれていた。どうもそんな匂いがする。それはママがモモの救助を依頼した時からってことですか？まさか委員会の内部にもユーティック機関の人間が。考えられない話じゃないですね。場合によっては依頼者であるユリ・ミズラヒ博士自身という線も。ママはそんなこと絶対にしません。アレン君、すみません。開けなさい。ヘルマーか。待たせたな、ガイナン。私も今はそれなりに動きづらい立場なのだが、連邦議会には手を回している。今君の隣にいる女性はラピスローマン隊、軍内部に潜伏するユーティック機関の動きを探るために数年前から潜入させている私の信頼に足る部下だ。常に抜かりないな。年を取ると用心深くなるんだよ。ローマン隊員にはデュランダルの初記録を当たってもらっている。連中に改ざんされる前にな。協力してやってくれ。了解した。デュランダルのマスターキーを渡しておこう。代表、ベクターの CEO から EPR 通信が入っておりますが。ベクターの？分かった、出よう。すまない、状況が進展したらまた連絡をする。相変わらず多忙だな。君ほどではないさ。お久しぶりです、ヘルマー代表。ミスター・ビルヘルム、こちらこそ。通勤議長を退任されて以来ですな。状況は伺っています。議会には私からも口添えしておきましょう。恐縮です、ミスター・ビルヘルム。実は現在我が諸侯はミルチア県に向けて航行しています。嫌な予感がするのでね。嫌な予感？今回の一件、すでにお気づきではないのですか？背後にユーティック機関がいることは間違いないでしょうな。そう、とすれば彼らの目的は一つ、ミルチアに眠るオリジナルゾハル、そしてウドゥ。あれを再び目覚めさせるわけにはいきません。弊社のコスモスとそのスタッフがそちらのお世話になっていると思いますが。お言葉ですが、ミスター・ヴィルヘルム、空海ファウンデーションと第二ミルチア政府とは。そうでしたね。ではミスター・ガイナンにお伝えください。それぐらいならば問題はないでしょ。ええ、その程度ならば。しばらくの間コスモスをお貸ししますので、いかようにも使ってほしいと。プロジェクトゾハル実動まではまだ間がありますし、何より万が一の事態が起きた時、あれは役に立ちます。サポートはミルチア支社の2局と戦技研にさせましょう。よろしいので？最高機密なのでは。打算ですよ。こちらとしても実動データは多い方がいい。了解しました。ミスター・ガイナンにそう伝えておきましょう。恐縮です。では。ウドゥーか。